N.Sign の日本デビューが決定。11月29日に日本デビューシングル、ニュースターをリリースする。N.Sign は、グローバルオーディション番組、青春スターを経て8月9日に韓国でデビューした10人組ボーイズグループ、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成され、リーダーは沖縄出身のカズタが務めている。 ニュースターには、デビューアルバム、バース・オブ・コスモのリード曲、ワームホール、ニュートラックや、ハイヤーの日本語バージョン、そして、表題曲、ニュースターの3曲を収録。また、本作は CD のみの通常版、DVD が付属する初回限定版 A、フォトブックが付属する初回限定版 B に加えて、各メンバーのソロ版も展開される。本作のリリースを記念して、 N.Sign は11月に東京、大阪、沖縄の3都市でリリース記念イベントを実施。イベント内容のは開催地によって異なるので、詳細はオフィシャルサイトにて確認を。韓国ボーイズグループの N.Sign、読み、エンサインが日本デビューシングル、ニュースターを11月29日、水曜日にビクターからリリースすることが決定した。 N.S サインのメンバーは、2022年5月に韓国のチャンネル A と日本のアベマで同時に放送された日韓男女、グローバルオーディション番組、青春スターで最終選抜されたカズタ、ヒョン、ドハ、ジュニョク、ソンユン、ハンジュン、ヒウォンの7人と、惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含むエディ、ロビン、ロレンスの3人を含む全10名。韓国、 日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループで、沖縄出身のカズタは、韓国ボーイズアイドルグループ初となる日本人でリーダーを務めている。2023年8月9日に発売されたデビューアルバム、バース・オブ・コスモは、初動販売量20万枚以上のセールス、韓国音盤販売量集計サイト、ハンテオ、ハント、チャート。 を記録し、歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動記録でも5位につけ、日本では同アルバムでオリコン週間アルバムチャート6位を記録した。そんな N.S サインの日本デビューシングル、ニュースターには、彼らならではのフレッシュなエネルギーや魅力を存分に感じられるギターサウンドと、爽やかな明るいメロディーが特徴的な日本オリジナル楽曲、ニュースターとデビューアルバム、 バース・オブ・コスモのリード曲、ワームホール、ニュートラックのジャパニーズバージョンと先行公開され話題となったハイヤーのジャパニーズバージョンを含む全3曲が収録される。また、本作のリリースを記念した来日イベントを11月に沖縄、大阪、東京で開催することが発表された。